バドミントンで県外に行きたい。行けばいいじゃないですか。やりたいことやればいいじゃないですか。って僕は思っていますよ。今の力がベスト8だからって言って、じゃあもうあなたの人生ベスト8って決まったわけじゃない。なんならその学校に行けば自分が伸びると思ってるわけでしょ。そういう期待があるわけでしょ。だったら別に挑戦してもいいんじゃないですか。そこで他のみんなは地区の1位でこの県で1番の人がいてって思うかもしれないけど、いや、それは自分に覚悟を持てるかどうかですよ。どんな強い人間やつがいて、その中でも、いや、私は誰よりも練習するんだと、絶対負けないんだと、なぜならばここでやりたいと思ってるからっていうふうになれるかどうかですよね。諦めてる自分がいるけど諦めたくない自分もいるっていう、そのね、葛藤なんですよ。闘争と闘争っていう話をしたと思うんだけど、戦いたいんだけど逃げ出したいっていう、その時にどうするかって話です。なりたい自分になるってのも大事だけど、なりたくない自分にならないってのも大事。これを選んだ時にどうするかってのも大事です。ただ、その高校に行くだけが人生の全てじゃないし、その高校に行けば人生が決まるわけでもないです。決まるわけでもない。だから結局のところ、そこに行って自分がどうありたいかっていう思いを持ってそこに行く。自分はどうなりたいかっていう思いを持って過ごすっていうのが一番大事です。多少なりともしんどいことありますよ。多少なりともしんどいことある。好きなことばっかりやって全部が全部楽しいことを過ごしていって、なりたい自分になれるわけじゃないから、なりたい自分になるのには多少なりとも負荷がかかることはあると思いますよ。でもそんなの関係ねえわって言って乗り越える、覚悟があるかどうかですね。もう自分でしか決められないもん、そんなのは。自分でしか決められない。自分でこうだな、ああだな、こうだなと思ってやればいいし、もちろんその学校だけじゃなくて、いや、この学校に行きたいと思うんだったら、そっちで、いや、頑張ってる自分が強くイメージできるんだったら、そこに行けばいいと思う。正解はないで、今現在の正解はない。ああって言って後悔する人ってのは、あれだから、なんていうの 後悔するっていうのは、自分がやるべきことをやってないからなわけじゃないですか。だから A 高校と B 高校を言って、ああ、やっぱり B 高校行けばよかったっていうのは、A 高校でやることやってないからですよ。結果が出てる出てないの話じゃないですよ。自分がやることをやってるかやってないかの話です。言いたいことわかります？自分がやりたいことをやって全部できてるんだったら、 A 高校でも、いや、充実してるはずだもん、それは。いや、結果がどうこうの話じゃないもん。自分に対して正直か正直じゃないかって話になってくるから、それは後悔してるっていうのは、自分がそこで全力を出さなかった、自分がサボったっていうのが自分で分かってるからです。あの時ここを選べばよかったと思うんじゃない？いやー、どこを選んでも100%で生きてる人間は、ああ、ここでよかったなって思います、きっと。きっと思う。そうじゃなかったら、その場から離れる。それが大事ですね。はい。ということで、良い選択を。チャオ。